日本代表ドイツ戦に向けて絶好調。南井の覚醒している。南井のバケモン。これだけ見ると上田、古橋より南井の徳保で左右に三笘、伊藤でいいと思う。1人 CB がいるけん。いや、伊藤もだから2人。板倉高2ゴール、やばいって。南野は選ばれてないけどドイツまた負けてしまう。日本代表、ドイツ戦を前にして完璧に仕上がってて草、これは勝利待ったなしですね。日本代表攻撃陣が今月のドイツ戦に今の絶好調をキープできていたら、不調のドイツを一方的にボコっても不思議じゃない。日本代表は海外組のコンディションが割と良いからドイツ戦は良い試合ができると思う。自分は両代表の状況を見て引き分け予想。浅野拓磨さん、ドイツ戦に向けてコンディション上げてきてるのがちおもろい。浅野はまたドイツから点を取ってハンジフリック解任に追いやって批判してる人たち黙らせてほしい。ハンジフリックは三笘より浅野の対策を徹底してそう。よかったらチャンネル登録お願いします。